ボクシングの WBC 世界バンタム級10位、武井良樹、大橋が8日、5月6日に東京 D で行われる WBO 世界同級王者ジェイソン・マロニー、オーストラリア・江の世界初挑戦に向け、神奈川・横浜市内の所属事務で会見した。同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚也と元世界2階級制覇王者ルイス・メリ。 メキシコの歴史的一戦の興行に参戦。担当する元世界3階級制覇王者、八重樫東トレーナーは信頼を寄せた。戦績は27歳の武井が8勝、8KO、33歳のマロニーが27勝、19KO、2敗。格闘技歴の長い竹井も表情が硬かった。グレーのスーツで臨んだ会見開始直前、緊張するな、とつぶやいた。だが 隣には頼りになる参謀がいる。現役時代に、激闘王の異名で愛された八重樫トレーナーだ。K1 で世界王者になってからボクシングに転向以降、指導してきた愛弟子を第一番に送り出す。マロニーはクオリティの高いボクシングをする。技術戦ではなく、武井の良さを出す試合にしたい。一方的にポイントアウトされるか、武井が倒すか。 対策はあるけど、その中で武井のボクシングをぶつけます。相手は対応力のある選手、その上で12ラウンドの中で当てていく。武井はボクシング IQ が高いし、対応された後の対応ができる。新しい武井が出ると思います。21年3月にボクシングデビューすると、22年8月の東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチで5回 TK 大勝ちし、 競技転向5戦目で初のタイトルを奪った。バンタム級転向を見据え、23年7月には54.0キロ契約8回戦で勝利。昨年12月には3戦連続で井上の前座に入り、54.5キロ契約8回戦でデビュー発勝、8KO の連続 KO 勝ちを続けてきた。